超人女子戦士ガリベンガーブ癒しの放課後トークだ。ということで今日の放課後トークを始めます。イエーイ。いや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 、早く終わらせて焼肉に行くぞ。行こう。電脳少女シロトエス、おとぎばらエラディッツ、サントリーノムです。エラちゃん、今回の授業が実は初参加だよね。そう、初めてでした。え、なんか貫禄というか、なんかもうよ、なんかこうチャリで来たみたいな感じで全然馴染んでてどうだった？難しかった、すごく内容がね、すっごく難しかった。現役大学生だけど全然正直ね理解がね難しかった、できなかったね。じゃあこれはもうちょっと学ばないといけないから、今後も機会があったら来てくれるかな。あ、来るそしてのむちゃん、はい、久しぶりにガリベンガブスタジオだったね。ねえ、そうですよね、嬉しいですよね。やっぱりなんかすごい生徒に詳しくて質問もいっぱいあったみたいだけど、はい、今回のテーマ好きだった。そうなんです、私星が好きでそんなに詳しくはないんですけれども、もう今日は聞きたいことがたくさんで本当に楽しい授業でした。小峠教官と初絡みだったの。エラちゃん、教官はいかがでしたか？ツッコミがすごかったなんかさ、ただでは返してもらえてなかったよね。そう、なんかしゃべらなきゃしゃべらなかったらうわーって言うからあーってなってた。でもなんか結構応戦してたし譲らなかったよね。ほんと？エラちゃんね、すごい肉と肉でぶつかり合ってる感じで全然引かないなと思ってめっちゃ面白かった。それはよかった、よかったです、頑張りました。え、でも実際頑張ってなんかこう応戦してたにしても愛情があるいじりというか可愛くて優しくなかったですか？可愛い、優しかったとは思います。うん、あ、とは思うけど、じゃあまたね、この今回たまった鬱憤をご本人にいつかぶつけてもらえたら良さそうですね。うん。のむちゃん、何か授業で質問し損なったこととか？宇宙の外側には何があるのかなと思いました。宇宙の外側、何があるんだよ。考えたこともなかったな。しろ思った、エラちゃん、宇宙空間ってさ、なんか音が聞こえないって話あったじゃん。あったあったあった。バリ雑言何言ってもさ確かに許されるからさ、もし冷蔵庫がさ宇宙だったらさ、もうストレスというストレスを言語化してブラ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 みたいな配信で言えないこと言わなくても冷蔵庫に向かって言えばいいんだ。配信で言わないって我慢する言葉なんてあるの？え、私は結構我慢してる方だよ。あれで我慢していた。あ、我慢してた。本当のエロちゃん、エロちゃんって言っちゃった、ごめんやめて。まさちゃん、あ、エロちゃんってシロだね。シロとさ、エロちゃんが合体するとエロちゃんだね。エロちゃんのむちゃん、エロちゃんでも仲良くしてくれるね。もちろん、新たな発見でしたよね。よかった。自宅の冷蔵庫がどうなってるか今一度確かめてみてはいかがでしょうか。ということで残り惜しいんですが、我々焼肉に行くので、イエーイ。それではまたのいに、バイバーイ、ごきげんよう。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様、僕からのお願いです。どうか高評価ボタンをクリックしてくれませんか。そしてチャンネル登録がまだの方は、この画面の右下にある僕の顔のアイコンを押して、一緒に感動を分かち合いませんか。これからも超人女子、戦士、ガリベンガー V をよろしくお願いいたします。